もっといっぱいいろんなことをたくさん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 自分が嫌われてもいいから言っちゃえばいいんだよね。皆さんこんにちは。世界で活躍する竜使いドラゴンマスター慎吾です。今日も YouTube 始めていきます。トゥルトゥトゥン、おめでとうございます。今日は僕が使う竜の魔法について皆さんにお伝えします。竜の魔法について知ることによって皆さんが竜とのご縁がもっともっと近くなるような放送になります。最後まで見てくださいね。この番組は誰でも簡単にすぐできる開運術をお伝えしています。竜神様の力で人生を上昇させましょうというチャンネルです。面白いな、ためになったなと思ったらチャンネル登録と僕の公式 LINE、 そして僕が校長を務めます人気スピリチュアルマスター養成スクールの公式 LINE の2つの公式 LINE にご登録をお願いいたしますね。はい、本題に入ります前に一つだけお知らせをさせてください。最新刊竜神のすごい開運日、8月1日に発売いたします。イエーイ、おめでとうございます。現在 Amazon での予約中です。欲しいなって思う人はぜひ Amazon からのご予約をお願いいたします。それから少し先になりますが、11月11日に出版記念講演会を行います。なぜ11月11日かというと、11月にもう一冊の本が出るんですね。ですので2冊出ますので、その出版を記念した講演会を開催します。11月11日ぜひ丸を、カレンダーに丸をして慎吾に会いに来てくださいね。詳細が分かりましたらまた YouTube でお話ししていきます。はい、ということで今日の本題なんですが、竜の魔法についてお話しすると申し上げました。先日アネモネさん、スピリチュアル雑誌で、一番有名な雑誌アネモネさんに慎吾を特集していただきました。でアネモネさんはやはりね、覚醒がテーマの雑誌ですから、竜のエネルギーで覚醒するにはどうしたらいいんですかという質問をいただいたんですね。でその際に僕がアネモネさんにお伝えしたのが竜の魔法のことなんです。この竜の魔法、あまり YouTube ではお話ししてきませんでした。なぜかというと、あまりにもスピリチュアルだからちょっと専門的すぎるスピリチュアルな分野なので、実はあえてお話をしてきませんでした。それよりもスピリチュアルとして入門的な心理学のお話や開運日のお話、そういったことを YouTube ではお話ししてきました。ですがアネモネさんに特集をいただいてからというものの、お問い合わせが殺到しております。竜の魔法って何ですか、竜の魔法ってどうやってやるんですか、竜の魔法を教えてくださいというご依頼がたくさんいただいています。なので今日は YouTube でもこの竜の魔法についてお伝えしたいと思います。竜の魔法、これはたくさんあるんですね。一つは僕が YouTube でやってるドラゴンヒーリング、これも竜の魔法の一つです。もしくはドラゴンクリスタルチャネリングというチャネリングの技法があります。僕が YouTube でね、チャネリングカードを使って皆さんに下半期の運勢などをお話ししてます。あれですね、あのチャネリングの技術もそうです。これらは専門的な技術で、僕が今 YouTube でやってるのは初歩の初歩的なスキルを使ってお伝えしています。ですが竜の魔法、一番秘術と言ってもいいでしょう。一番、竜のエネルギーを使いこなせる、そういう技法がドラゴンアクティベーションという技法なんですね。ドラゴンアクティベーション、竜活性化ですね、日本語で訳すとね。竜のエネルギーで魂を活性化させるという、そういう技術をドラゴンアクティベーションと言います。竜神様のエネルギーを相手に下ろしてきて、そして相手の魂、肉体、精神、いろんなものをこう活性化させていく、そして本来の自分に戻っていくという技術がドラゴンアクティベーションという技術です。先日セルフ竜つなぎを YouTube でご紹介しました。竜つなぎとはまた違う技術です。ドラゴンアクティベーションは自然竜、いわゆる5次元にいる竜を呼んでくる、そういうワークですね。そしてつなぐのではなくてエネルギーを下ろしてくる、そういうワークになります。竜つなぎというのはね、守護竜さんとその人をつなぐワークですね。それは僕しかできませんというお話を前回させていただきました。でドラゴンアクティベーションというのは、実は僕は人に教えることができるんです。これは言語化することが可能となりました。なので僕はいろいろな人にドラゴンアクティベーションを教えています。じゃあドラゴンアクティベーションってどういうものなのかということについて、
皆さんにお伝えしていきたいと思います。見たことないよっていう人もいると思いますので、実際に僕がドラゴンアクティベーションをやっている現場を皆さんにお伝えしたいと思います。実はドラゴンアクティベーションは癒しフェアで8回ほど登壇してやっていました。僕が登壇しました。そして講演会に来てくださっている人、初めて会う人を壇上に上げて、そこで本当に全く会ったことのない人にドラゴンアクティベーションをかけるということを8回ほどやっていましたね。その動画を見ていただきたいと思います。はい、この壇上に立っている女性、こちらの方は本当に初めて会った女性で、今僕が何してるかというと竜のエネルギーを下ろしてるんですね。ドラゴンアクティベーションの最中です。すごい竜を感じるんですよ、あなたからね。もちろん皆さんも感じるんですけど、竜のエネルギーを感じて足元がおぼつかなくなっていますね。痛いですよね。でもむっちゃ怖がってますよね。ここ開けてくれって言われてる。でここが開いたら多分竜から第三の目を開けてくれって言われたんですね。多分そんなに難しくなくて、でやるだけで開いちゃう。エネルギー、今竜がこう、竜はね、愛の存在なので、うん、その人にエネルギーを下ろしてヒーリングをするんですね。なんかご縁があるでしょうね。すごい感じますけど、寄ると来るでしょう、うん、なんかね。ビリビリ来ます。竜が降りてくるんですね。あなたはね、言いたいことが言えてないの。まず全然言えてないの。もっとさ、いい子ちゃんをやめてわがままになって、もっといっぱいいろんなことをたくさん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 自分が嫌われてもいいから言っちゃえばいいんだよね。竜神様のエネルギーが降りてくるとですね、ハートが活性化するんですね。魂が活性化する。そうするとですね、皆さんハート、愛で、愛ってね、すごいパワーを持ってるんですよ。で、僕が今やってるワークも愛しか使ってないのね。はい、ドラゴンアクティベーションの映像を見ていただきました。ちょっとね、何をやってるかわからないって思った方もいるし、びっくりした人もいるかもしれません。ですが、まあ、僕がね、竜使いとして認知されたのは、このドラゴンアクティベーションを癒しフェアでやり続けたことがきっかけだったんですね。先ほどの3人の女性、本当に初めて会った方々です。この方々に何をしているかというと、竜のエネルギーを下ろしてるんですね。僕が喋ってましたね、もっと自分が言いたいことを言いなよとかね、そういうことを言っていたと思うんですけれども、あれも全部シンゴが言ってるのではなくて、竜が言ってることをチャネリングして下ろして相手に伝えてるんですね。ですので僕が全身竜のエネルギーでこう溢れていて、言葉も竜のエネルギーになっていて、で相手にも竜のエネルギーが降りていったので、もうパンって何か一つの刺激のようなサインのようなものをするだけで、ドドドドドッと、まあ、竜神様からの愛のエネルギーが降りてくる。でそういうワークがドラゴンアクティベーションです。でじゃあドラゴンアクティベーションかかったら
受けたらどうなるのかということなんですが、龍神様のエネルギーがものすごく体中を駆け巡ります。なので例えば体に染みついてしまっている邪気はもちろんですけれども、自分の間違った歪んだ考え方、そういったものも排除してくれます。もしくはハートがポカポカしてきて本来の自分に返っていく、で本来の自分の波動になっていくということですね。それから龍の周波数と共鳴するので、もちろん龍神様のご加護は受けやすくなる。さらに言うと自分の好きなことで生きていける、時間もたくさん増える、お金も流れてくる、そういった人生の好転が行われるのがこのドラゴンアクティベーションです。このドラゴンアクティベーションを受けた人たちの、いい報告っていうのはすごく受けるんですよね。例えば自分が住みたかった場所に別荘を建てましたとか、自分が欲しい収入を得ることができましたとか、仕事が嫌だったので会社を辞めることができましたとか、スピリチュアルな感覚が開きました、これはね宇宙語が喋れるようになったって人がいましたね。でそのようにですね、自分が望んでいることが現実化していく、そういうワークが、そういう技術がドラゴンアクティベーションです。この龍の魔法、先ほども申し上げたドラゴンクリスタルチャネリング、それからドラゴンヒーリング、それからドラゴンアクティベーション、これら全ては僕が教えられるものになっています。教えられる技術と教えられない技術というのがあります。教えられない技術というのは言語化できない、つまり僕が説明できないものですね。これはどうしたって教えられない。でも説明できるものに関しては全て教えられます。したがって僕が校長を務めます人気スピリチュアルマスター養成スクールでは、この3つの技法だけじゃなくてね、もっといっぱいいろいろあるんだけれども、特にこのドラゴンアクティベーションを皆さんに教えています。ですのでドラゴンアクティベーションやりたい、使いたい、龍使いになりたいという方はぜひね、スクールの公式 LINE から無料説明会に来ていただけると嬉しいです。さらに、スクールに行く気はないんだけれども、ドラゴンアクティベーション受けたいという方はですね、慎吾ができればいいんですけれども、残念ながら今ドラゴンアクティベーションを一般の方にやるということはやっていません。リアシフェアでもやらないようになりました。これもね、龍神様のお告げというかメッセージがありまして、どんどんその活躍の場を後進に譲りなさいというメッセージが来たんですね。ですので僕のスクールのスクール生さんたち、こちらの方々はドラゴンアクティベーションを行うことができますので、ぜひそちらのスクール生さんたちのねサイトなどを覗いていただいて、ドラゴンアクティベーションを受けられることかなと思います。はい、ということでまとめますと、ドラゴンアクティベーションを受けたいという方はスクール生の方へ、ドラゴンアクティベーションを実際に自分でやり、龍を使えるようになって龍使いになりたいという方はぜひスクールの門を叩いていただけたらと思います。いつも励みになってます。ありがとうございます。見ていただいたあなた、愛してるよ。せーの、龍金運龍城爆上、またねー。